もし蜷川さんが生きてらっしゃったらね、もう30年近くにわたってこの才能のシェイクスピアシリーズをこの劇場で、やってきたわけですね。でまあ25年ってね、一口に言ってももしそれが劇団だとすれば、まあ、25周年、ずいぶん長い、例えば25歳の人が25年いたら50歳で、その、例えば息子や娘が、また役者を目指してその劇団に入るぐらいの、それぐらいの年月ですよね。なので本当にその長い間、必ず毎回毎回、これはもうあの嘘でも何でもなくて、お客様が満員で、シェイクスピアをやり続けてこれたっていうことがほぼ奇跡のようなことでございまして、それを立ち上げてパワフルに、常に走り続けていたのが蜷川幸雄でして、で、まあ、その後を、まあ、こうか不こうか、演出という形で任され、もちろん出演も、あのね、こうか不こうかって申し上げましたけども、あの不幸なんですね本当に。それで蜷川さんが残したのが5本なのね、シェイクスピア37本の、その5本を僕がやって、しかもほぼ上演されない、よくわからない難しい芝居なんですよ。ジョン王っていうのをね、まあ事実上の最後の公演でやったんですよ。で僕の中にはその蜷川さんが残した5本をいわゆる蜷川イズム、それからこの才の国でやってきたこと、その血脈をちゃんと受け継ぎつつも、やっぱりもちろん僕の中には蜷川さんのずっと一緒にやらせていただいたので、蜷川さんの魂は自分では宿っているというふうに自負してるんですけども、でもまあ自分の血も入れながら、でもやっぱり蜷川さんの、残していったものを忠実にできたかどうか分かりませんけども、その魂だけは受け継ごうと思ってやった部分がありまして、ジョン王はね、まあ、見てない方、ご覧になってない方もいらっしゃると思うんですけども、やりたいことをやらせていただいたんですよ。僕いろんなものを詰め込んだ、なんでかっていうと、ほぼ上演されない曲で、戯曲としての完成度もあんまり良くなくて、いろいろこう上演するのに難しい部分がたくさんあって、で蜷川さんの一つのポリシーとして、シェイクスピアっていうのはなことろ、これは大衆演劇なんだからっていう、蜷川さんは常におっしゃってたことで、要するに学者たちが語るものではない、それから、自分たちだけが満足してシェイクスピアの世界に酔いしれるものではない、とにかく、一般大衆の方々が喜んで見なければ、それこそ子供からおじいちゃんまで、それからいろんな職業の人、全ての人たちが喜んで見れるものではなければいけない、そのありとあらゆる凄まじい工夫をして努力をして作らなければいけない最たるものがジョン王だった。お芝居っていうのはご存知の通り、プレイって書きますよね、遊びなんですよね。何やったっていいんです、何やってもいいので、それをお客様が受け入れるか受け入れないか、受け入れるお客様もいるだろうし、受け入れないお客様もいるだろう、それはこっちはもう勝負です。でも俺たちは好き放題やらせてもらうのが芝居なんです。で蜷川さんはずっとそうやってきたんです、だから賛否両論ありました。なのでそのことだけは僕は蜷川さんから学んだものとして絶対に崩すまいと思ってます。出来不出来があるんです、シェイクスピアの作品の中にも、いろいろデコレーションしないと、いろいろ説明しないとなかなかうまくいかない芝居もあれば、今度やるハムレットみたいに一切デクレーションが必要ない芝居もある。いまだにことごとさようにシェイクスピアは浸透してないんです、でもともとイギリスの人の書いた芝居ですし、浸透 してほしいと思いますけども、無理なのかもしれないです。でもそれはやり続けます。だって面白いからね、シェイクスピアね、でシェイクスピア見て歌舞伎座行って、歌舞伎見るとまた全然違うものがね、楽しめたりする、この贅沢さ、日本のそれもまあ楽しんでもらえます。で今度ハムレット、これはね、要するに、世界中のありとあらゆる全ての戯曲、例えば、ツリア南北でもいいです、それからモリエルでもいいです、それから、すいません勉強不足でたくさん今ありますすべての戯曲、それからシェイクスピアが書いた30ハムレット以外の36本の戯曲含めて、それらの戯曲とハムレットで分けられる芝居だと僕は思ってるんです。特別な芝居、要するにいろんな人たちから、いろんな評論家やいろんな役者や、それから芝居に関わる人たちやお客様から、演劇の最高峰だと言われているってことはご存知ですか？言われてるんですよ。ハムレットはその世界最高峰の戯曲だと言われている理由、
これ何だか分かります？例えばリア王ならば、愛してた娘たちに、たらい回しにされて、お父さんが家に来るなって言われて、それで、ちょっと状況をしていく老人の話、多分おそらくそれだけだと思う。マクベスは、野望、自分の身にそぐわない野望を抱いて破滅していく人の話、多分そういう本当に分かりやすいストーリーだと思う。オセロは、自分が愛してる奥さんに対して嫉妬するあまり破滅してる。ハムレットはじゃあマクベスもリア王もオセロもそれだけちゃんとした推察が書かれてるのに、なぜハムレットだけお父さん殺されたから嫌だ、お母さんがお父さんを殺した人と一緒になっちゃったから嫌だ、ああ復讐したい復讐したい、最後に復讐しました、これそんな大したストーリーじゃないですよね。思いません？同意してくださるいらっしゃる方います？そうすると僕にはそんな大したストーリーには思えないんですよ。じゃあなぜこれが世界最高峰の戯曲だと言われてるかって、やっぱそれ探し続けますよね。ね、僕ね、分かっちゃったんですよ。もう今言わないよ絶対、はい、じゃあお楽しみということで、ね、お時間も、ね、もうちょっと喋って、はい、分かりました、すいません、ね、でこれはぜひ見てほしいです。で僕は18人とかシェイクスピア始めて今65なので約50年近くシェイクスピアやってるんですけども、やっぱハムレットが一番好きな芝居で、どうしてもハムレットだけは自分でも納得がいくように、したいと思うが強くて、で柿澤にやってもらいたいし、北金さんに来ていただいたし、今回はもう本当に素晴らしい理想のメンバーが集まったんで、あのね、吉田ハムレットシェイクスピアといえば吉田鋼太郎だということは、これはお忘れなくお願いしたいんですけども、これ見ないと絶対損だと思います、はい、なぜ悲劇かも多分見ていただければ分かると思います。今回のハムレットに関して、まあ、覚えているのは、僕は鋼太郎さんと、実は3年ほど前に2人芝居で、探偵スルースという芝居をしました。2幕もの2時間半もうちょっといったかな、2人で話しまくり、騙し合いまくり、罵り合い、つかみ合い、罵倒し合いみたいな、そんな濃厚な芝居だったんですけれども、その大千秋楽が確か名古屋で、会って、終演後に、まあ、ご挨拶をして、鋼太郎さんお世話になりました、ありがとうございましたって言って帰りますなんて言ったら、鋼太郎さんがお前ハムレット見えたわ俺って、おっしゃってくれたんですね。僕は本当にそれはもう鮮明に覚えてます。で、まあ、僕はもちろんその役者をやっていて、おそらく男だったら、みんな誰しもがいつか挑戦したいなとか、これ俺がやったらどうなんだろうなとか思うはずなんですけど、まあ、それをこう憧れの先輩でもあり演出家でもある吉田鋼太郎に、やろうぜって言ってもらえたのがすごく嬉しくて、それが、まあ、念願かなってというか、で今に至ります、まあ、ただやっぱりハムレットはおそらく僕の役者人生で後にも先にも一番のセリフ量だと思いますし、自分の持ってるものを全部さらけ出しても追いつかないんじゃないかなという不安もあるんですけれども、とにかく鋼太郎さんを信じて、なんとかいい舞台開けたいなと思っております。よろしくお願いします。まだずっと新鮮なまま嬉しくて、少し夢見心地なとこがあるんですけれども、でもこれからお稽古が始まっていくにつれて、だんだんとはっきりと、あ、オフィリアをやるんだっていうことをこう実感が湧いてくると思うので、すごく今楽しみにしているんですけれども、この作品をやっていく中で、きっと私は初めてこんなお芝居する自分に出会ったんだみたいなこんなお芝居する自分っていたんだっていう、その初めての出会いがあるような気がしていて、それが私は今すごくワクワクしているし楽しみです。はい、よろしくお願いします。またシェイクスピアのこのシリーズを、一から、しかもハムレットっていう最高の芝居で、最高の柿澤君、北さんはじめ最高のキャスト、それから最高の劇場で、上演できることがものすごく、幸せだし意義のあることだと思っております。責任もものすごく重大だと思っております。皆さんのご期待にかなうような本当にいい芝居を作っていきたいと思いますので、どうぞ、目撃してください。お待ちしています。